手取り18万円。いい工場とかもあったけどね、溶接、あの立体駐車場作る工場とか。そこは手取り28ぐらいあった。何個か当たってるよ、当たりの会社に。俺100個以上あの就職したから。工場とかね。土建屋とか。額面で35とかさ、40近くもらえるようなとこあったから。ほとんどの仕事は1日で辞めてる、うん、しかも1日で辞めたから気まずくてお金もらってくださいなんて言えないじゃん、バックレやし。1日だけ働いた給料を全部もらうと50万はいってると思う。もっといってるかな。100ぐらいいってるかもしれない。給料もらってない。くれなんて言えないしね、なんかね、何するでもなく、なんとなく現場にいただけじゃん、初日だから。ね、給料くださいなんて。慣れてくるとだんだんあのもう10時の休憩で帰ったりするね。あ、これダメだと思って。とりあえず10時の休憩まではもう9時ぐらいから、あ、この仕事ダメだ、うん、もう10時になったらパッともう車乗って帰る。工場とかの採用面接は、ま、あのまだ若い頃だからな、20歳ぐらいの時だからな、そんな繰り返して。19歳とか18歳とか、その頃はまだね、あの需要があるけど、若いから。26ぐらいから、25歳超えたあたりから、あの面接落とされるようになってくる。26歳ねっつって、いい年だね。もうおっさん、26だと、うん、若くないよ、おっさんで。
だってもう、だってあれだもん、工場とかさ、現場作業なんて、16歳の子が来るんだよ。26のおっさんと16だったらどっち取るの？若いやつ育てた方がいいでしょ。で、26で面接来るようなやつはもう経験値もないと分かってる。しょうもねえな、ニートやってたんだろうなって、こいつ。職歴次第だよね。建設会社では若いよ。10代ばっかだよ。